やってねえよな。よし、てめえら注目。仲間がみんな揃ったところで、あ、改めて乾杯したいと思う。新たな冒険の始まりを祝して乾杯。うんめー。しかしルフィさんはお強い。戦っているお姿を見ていると私胸が躍ります。骸骨だから胸ないんですけど。やっぱ面白いなお前。ああ、そういえばルフィさんも悪魔の実を。ああ、ゴムゴムの実だ。ゴムだから伸びるんだ。ゴムで伸びるってだけじゃ戦闘向きに聞こえねえが。海賊になるために鍛えたからな。ところでサンジどこ行った？俺ももっと強くなりてえぞ。きっと私たちにはできない鍛え方よ、人として。あお、そらつまり変態ってことか？ルフィ変態なのか？だがイーストブルーにいた頃より格段に強くなってんじゃねえか？そうよね、変な技も増えたし。お前らだって強くなったじゃねえか。それよりサンジどこだ？ナミが強くなったのは俺が作った武器によるところが大きいわけだが。しっしっし、ナミはバギーの下っ端にも勝てなかったもんな。うっさいわね、昔の話じゃない。そんなか弱いナミさんも素敵だ。あ、サンジ肉おかわり。時は大海賊時代。伝説の海賊王ゴールドロジャーが残したワンピースをめぐり、多くの海賊たちが己の誇りをかけて戦っていた。その戦いに身を投じた一人の少年がいた。少年の名はモンキー・D・ルフィ。悪魔の実を食べ、ゴムゴムの実の能力を得たルフィは海賊王になるという大望を胸に故郷の村を旅立った。最初に訪れた町で剣豪海賊狩りのゾロを仲間に加えると、二人は海図もないままグランドラインを目指して航海を続ける。しかしその途上でルフィは鳥にさらわれ、ゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ港町にたどり着いたルフィは、海賊道家のバギー一味に追われる海賊専門の泥棒ナミと出会ったのだ。港の空に何か見えます。大砲で撃ち落とせ。へい。泥棒女、海図を返せ。うわあ、何、あー、助かった。お、親分助けに来てくれたのね。あとは任せたわ。盗んだ海図を返しやがれ。なるほど、子分をかばったってわけだ。おかげで追い回す手間が省けた。何言ってんだお前ら。やろ。Yeah!
長に報告だ。強いのね、あんた。あいつらに素手で勝っちゃうなんて。あ、誰だお前。私は海賊専門の泥棒、ナミっていうの。私と組まない？私と組めば儲かるわよ。いやだ、俺は別にお前と組みたくねえ。それよりゾロのやつを探さねえと。ちょっと待ってよ。行くぞ。来やがったね、海賊泥棒。いや、セカンド。鍵海賊団をなめんなよ。お前らまとめてくっ飛ばしてやる。なんだ、大砲が効かねえのか。焦ることはねえ。ぼちぼちあれの準備ができるからだ。やだ、特製バギー玉。よっと。返した上に親分売って一味に入りてえた面白い女だ。まったく海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、おめえの元親分をバギー玉で消し飛ばし俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す、私が。私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの？それが海賊の覚悟？違う。
自分の命をかける覚悟だ。ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をちょぐるのも大概にしろ、小娘。派手に殺せ。まだ火が。女一人に何人がかりだ。何遊んでんだルフィ。森に連れてかれて見つけてみりゃ今度は檻の中だ、アホ。あいつゾロって言わなかったか。海賊狩りのゾロか。なんで泥棒と喋ってんだ。あいつの仲間って海賊狩りのゾロのこと。どうなってんの。三刀流奥義三千世貴様、ノロノはゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに来たか。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるねえ。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。じゃあ、あんたはどうすんのよ。了解。おい、天下だ。え、はい。よせ、伏せろ。俺たちが目指すのはグランドライン。これからその海図をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海図いるんだろ。宝も。私は海賊にはならないわ。手を組むって言ってくれる。お互いの目的のために。行くぞゾロ、海鮮だ。あんたも行くの。お腹の傷は。腹の傷よりやられっぱなしで傷ついた俺の名の方が重傷だ。行こうか。捕まえたぞ。ざまあ見ろ。ゴムゴムのヤクダ、下手な小細工で逃げ場を失ったのはお前らだよ。なんだ、門が開かねえな。あれは。こいつは使えそうだな。おい、
こっちから行けるぞ。お前らも早く来いよ。行けるか。あんた、やってることが人間技じゃないわ。じゃ、先に行ってるな。おい、しまいよ。仕方ない、俺たちは別の道を探すぞ。おい、面白い。場所は名もない海賊がやすやすと通れる甘えた航路じゃねえぞ。
てめえらなんかがグランドラインに入って何をする。観光旅行でもする気か。ギャー見せてやるぜ俺様のとっておきを。時間を稼ぐんだ派手にやれ。海賊道化のバギー船長。てめえのその麦わらを見てると若かりし頃のあの男を思い出す。クソ生意気なあの赤髪の男。赤髪？シャンクスのことか。シッシッシッ、ぶっ飛ばしてやった。フーちゃん、これはシャンクスとの誓いの帽子だ。俺の宝だ。派手な撃てバギーだわ。そんなものが俺に効くか。風船通りで見覚えがあるわけだ。あいつは昔同じ海賊船にいた同士。シャンクスは偉大な男だ。お前と同士だと。サード一緒にすんな。ゴムゴムのギガントピック。ウィッやがって。俺が誰だか言ってみろ。俺は後にグランドラインを制し全世界の財宝を全て手中に収める男だ。世界の宝は俺のもの。この世に俺以外宝を持つ者など必要ない。こんなにその麦わらが大切だな。卵と派手に切り刻んでくれるわ。この帽子を傷つけるやつ。探してるのはこれ。俺のパーツ。さすが泥棒。ひとめバギー。ゴムゴムの。やめろ。Shit.